はい、どうも、トシボーイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回私が話しますのは、目の前で奥さんがナンパされた。目の前で奥さんがナンパされたっていうツイートを僕はしたんですよ。ツイッターでね。ツイッターで。うん、させていただきました。はい。そしたら結構ね、大丈夫ですかみたいな心配の声があったんですけれども、うん。まあ、当時された時は怖かったですけれども、今は大丈夫です。今、現状で言うとね、ご心配ありがとうございます、本当に。ただ当時は怖かったです、やっぱり。うん。反応あって人に向けて今言ってるね。そうそう、わかんないでしょ、はい、目の前で好きな女性がナンパされるっていう。だって隣にいるわけでしょ、うん、いました僕は隣に。そんな状況あんのって思うけどね。そうなんです、超怖かったんで、ちょっとそれをね、うん、お話ししようかなと思ってるんですけれども、はいはい、奥さんが今ね、うん、ハマっているものがありまして、うん、それっていうのが動物の森なんですね。はいはい、うん、ただ今皆さんが例えばゲーム配信とかで、ね、やられてるもので言うと、うん、集まれ動物の森っていう、うん、スイッチ任天堂から出てるね、集森っていうのが人気ありすぎて買えないんで。あるらしいね、そういう人いるって。一個下のやつやってるんですよ、バージョンね。 前の出てたやつ、ね、やってるんです、うん、それが飛び出せ動物の森、うん、それが2012年発売なんですよ。うわ、もうだいぶ前よね。 3DS ピコピコピコってしてる時にね、うん、俺にもっと力があったら、うん、こいつにスイッチ1台変えてやることできたのに。変えるでしょ別に。スイッチは変えないんですよ。変えないの。今もう人気ありすぎて、大相撲モデルか、うん、それを買いたいんですけれども、うん、変えないのよ、はいはい、うん、だからその飛び出す動物の森になってたんです、ずっとね、うん、やってて。でもやり続けてたらね、やっぱりその、うん、なんていうんですか、 YouTube とかで新しいやつやってるでしょ、うん、それ見るとゲーム実況とか、そうそう、なんか私もやりたいなーっていうんですけど、できないから、うん、新しいことしようってなってね、うん、これあのオンラインできるんですよ。いつもはオフラインでやってるんですけれども、うん、オンラインっつって、まあいろんな世界の人とつながれるんですよ、ネットを通じてね、うん、そう、うん、なんですけど、はいはい、これ2012年出てるものだから、うん、でしかも今年新しい動物の森出てるから、うん、もういねえだろうなと思うじゃないですか。まあ大体ね、うん、その新しい方は行ってるでしょうから、ファンは。そうそう。で、うん、そう思いながら僕らもね、あのやってみたらって言って、なんかいろんな人と、うん、まあ今自粛中やけれども、ゲームの中では、まあほんな外出たらええわって言うて、うん、で、やるんですよ。いるわけないだろうなと思いきや、うん、結構いるんすね。へ、うん。海外の人ばっかりでも。うん、まあまあね、あんまり日本でまだやってるって人聞かないからね。そうなんですよ。ある片言の日本語でね、うん、まあ、女性っぽいなんかキャラクターのやつが、うん、何してるのみたいな、うん、話しかけてくるんですよ、うん、服いるって、うん、服って思って、奥さんはいるって書いてたんですよ、うん、でいろんな服あるんですよ、カメラシー服から何から、うん、奥さんが選んだのがなぜかわかんないですけどダイビングスーツなんですね。でもちょっとわかんないけど、うん、で来て見せようと思ったらその人もいなくなってるっていう、うん、わけわからん、本当に足長おじさんみたいな感じで思っただけなんだ。そう、思って逃げるんですよ、潜水服、うん、でも奥さんはそれで、あ、嬉しい嬉しいって言って、こんなこともしてくれるんだ、安くないですよそのダイビングスーツも、ゲームの中でね、うん、そうそうそう、あんのね、で、そういうの、あ、嬉しい嬉しいって言ってたんですよ、うん、でこれ楽しいなってなって、いろんな人やってみようってなるんですけど、うん、誰に声かけても無視されるんですよ、うん、やっぱりで日本人がいないから、うん、ヘローとか、あ、やり取り、ね、英語なんだ、そうそう、英語っぽく返すの、それも無視されるんですよ、うん、あ、これうまくいかんなーと思ってて、うん、奥さんがね、ちょっと伏てちゃって釣り始めるんですよ、してみて、うん、それも寂しかったですよ、横で見ながら、繋がってる意味ないじゃん、だって目の前で無視されるんだから海外の人たちにね、スッと始めてイル巻いたりしてるんだよ、こうやってね、うん、やってたら後ろからね、うん、男が現れるんですよ、うん、男が現れる、なんか白っぽい服着てて、うん、な膝っぽいやつが現れるんですよ、うん、ふーっと現れて、あ、なんやこれって思ってて、なんか話しかけてきたって言われて見てたんですよ、うん、そしたら急にね、 I love you、うん、言ってくるわけですよ、うん、I need you、 って、うん、あなたを愛してます、あなたを必要としてますって声かけてくるんだよ、うんうん、告白みたいな、なんだこれと思って、うん、そしたらそいつあろうことかですよ、うん、旦那目の前にいるのに、うん、その奥さんに対してね、うん、金たんまり入った袋掘り投げるんですよ。次は、ドル袋みたいなやつを。そう。金で買おうとしてるんですよ、奥さんは。目の前で。9万9000ベル。はいはい。入る。多分あれ、あの、一番入る。あ、まあ、要は、そう。マックスまで入れたやつ。マックス額9万9000ベル入った袋のさ、うん、金ドルマークついてるやつをさ、うん、ポーンって言って、うん、え、置くのよ。うん、えって言って、奥さんも、うん。そしたら、奥さんの周りを、うん、その、ベル、金の入った袋で囲むんすよ、うん、トン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 つって動けないじゃん、
10や20、うん、だからもう100万200万ビルよ。家建つぐらい置く。価値が分かんないけど。家建つぐらい置くのよ。すごいのね。それってすごいんだ。ポン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 つって、うん、で口にバラなんてこうやってさ踊るのよこうやって、うん、全然絵が浮かばないけど俺さどういう状況なのそれ。悔しくってさ、うん、スイッチ変えないのよ、うん、俺は。まあね、そこよね、元をたどれば。そう、うん、スイッチ変えないのにさ、目の前でさ、うん、金で奥さんが積まれていくのよ。いいじゃん、高値ついて。よかったじゃん。ダイビングスーツ着てる女の周りにさ、うん、金、トン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 と置かれていくのよ、うん。悔しくって、目の前で、金で釣られるのが。うん、まあね、でも奥さんはね、うん、言うても俺もう付き合って10年、うん、結婚してこの前で4年目ですよ。まあ、かなり経つわな。しかもすごい仲いい、まだにね。だから大丈夫だと思ったんですけど、うん、俺に何も言わずに、うん、サイレントで金拾っていくんですよ。すん、すんじゃない。すん、ぬすっとだから。すんって、目の前で拾っていくの。盗賊だよ、それ。そしたら、うん、その男の子もテンション上がっちゃって踊り出すの、こうやって。拾ってくれたから。拾ってくれたから。ああ、そっか。オッケーって言うのよ、これは。アプローチを受け入れてくれたと思って。俺、それを、もう、はがみしながら。はがみって、うん。まあまあまあ。怒りを抑えながらずっと見てるんですけど。嫁はだから金をもう、釣られちゃったわけね。そう。あ、こいつもう終わったなと。もう浮気されてる目の前だと思って。浮気なのか。いや、浮気でしょ、そんなもん。まあでもね。浮気やと思って。金に釣られてはいるよ、ね。そう、浮気されてると思ったら、うん、急に、ATM 行くんですよ。うん。要は、拾った金 ATM にぶち込んでるんですよ、ね。ドル袋をね。そう。人の金を。じゃあ ATM の中もう200万、300万急にぶち込むんですよ。うん。ゼロだった女が。元ゼロだったんですよ。貯金ゼロだったんだ。ぶち込んでいくんですよ。そしたら後ろでバラ加えてるやつがまたこうやって踊るんですよ。ATM の後ろで。うん、そう。入れてる入れてるみたいな。俺が積んだ、状況積んだ全然わかんないけど、金の袋を ATM にこの女入れてるわっ って、うんうん、ついてきてるんだ。そうそう、後ろで。うん。こっちやってるんですよ。うん、気持ち悪いね。そうそうそう。で、奥さんはもう興味ないから逃げるんですね。うん、そいつから。まあ、金取ったからね。うん、そうそうそう。よし、やったと思って、俺は。うん、浮気じゃなかったと思って、金だけ取って、逃げたんだ、うん。浮気ではないけど。そしたら、急に、バツンって言うんですよ。うん、え？見てたら、うん、自分の島に戻っちゃってるんですよ。ああ、ネットの世界から、そう。自分の、オンラインからオフラインの方の世界に戻ったんですね。戻ってるんですよ。自分がね、はいはい、ずっと大きくしてる島に戻っちゃうんですよ。うん、はいはい、え？と思って、何が起きたのか分かんないんですよ。うん、で、奥さんは、あ、え？何これ？何これ？って言いながら、うん、ATM のとこ行くんですよ。うん、そしたら、ジャンキーゼロ。お金をもらって、入金する前の世界に戻ってるんですよ。うん、こっそり抜けてるんです、データとして。そういうもんなの？いや、そんなことはない、そんなことはない。うんうん、だけど、ないの、全く。は？ってなって、奥さんが、めっちゃ気合出すんですよ。うん、そこで。私やいろいろやろうと思ってたね、あいつ、うんうん、金持ってきやがってよつって。うん、ぶっちゃけてるんですよ、うん、なんで金なくなったんだ ATM からよ、2、300万よって言ってるんですけど、もともとは、うん、その男が、うん、放ったお金を拾って ATM にぶち込んでるもんだから、もともとお前の金でもねえだろうと思うのよ、うん、そこまで怒れる理由がよくわかんないよね。むっちゃくちゃ切れてて、うん、何だろうと思って調べてみたら、うん、ナンパに気をつけてくださいねっていう、うん、ガイドラインみたいなのがあるんですよ。それは要はゲームが出してる、そう、個人情報や住所を教えないでくださいねっていう、あ、なるほど、そういうことがあったらブツッと切ったら元に戻るんですよ、うんうんうん、これもしかしてと思って考えたのが、うん、金をボンボン積むじゃないですか、うん、で拾うじゃないですか、やったと、うん、でこれで出会いができたと、うん、でそこででも金拾っただけで逃げられたら金持ってかれちゃうから、うん、あ、こいつも多分出会えないなと思った時点で切ったんですよ、相手が、うんうん、オフラインにしたんですよ、回線を切ったのね。そしたらそいつも切れるじゃないですか、奥さん側も、うん、切れる切れる、こういうことだと思う、出会えない、はいはい、出会えないから切ったんだと思って。うんうん、と思って、これもしかして調べたら、うん、闇不見じゃねえかと思って調べたのよ。うん、そしたら、今ね、うん、自粛中で、ナンパ師が出らんないじゃない。ナンパ師。ああ、ストリートの人ね。そう。で、うん、女性らも出られないじゃない。そもそもターゲットとなるね。まあまあ、あと来られても困っちゃうしね。そうなんですよ。うん、その頃は今、どこ主戦場にしてるかって、うん、動物の森なんですよ、皆さん。いや、そうなの。古い方なのしかも違います、今の新しい方、新しい方、何百万も売れてるんですよ、ソフトがね、うん、売れてるよ ね、うん、でその中でもうナンパ師をその中でナンパしてるんですよ。でこれどうナンパしてるかっていうと、うん、SNS でね、はいはい、あつ森とか動物の森って入れてスペース交換って入れるんですよ、うん、そしたら
自分が欲しいアイテムがあるんですね、うん、女子たちが、うん、そのアイテム欲しいから交換してください何かとって言うんですよ、うん、でそこへナンパ者調べていって交換しようよアイテム持ってるよーつって誘うんですよ、うん、そしたらもう普通にナンパする時に、うん、ねえねえお姉さんどこ行くのとか美味しいとこあんだけどさご飯とかおごるよとかって言って、うん、やだよ気持ち悪いとか逃げられるじゃない、うん、もうそのそこが省けるんですよ。だって女性が欲しがってるんだからそのものを、うん、何個も工程飛び抜けても会えるんですね。話せるんですよ。会えるっていうか、まあ、会話ができるってことね。で、うん、わーって話してって、うん、ゲームで繋がるとあっち行ってもガードがないんですって。だって、うんまあ、会うっていうのじゃないから。まあ、怖くないからね。そう、怖くないから。ね、そしたら、うん、その後に攻略法とか教えるからさ、うん、ちょっと会おうよ、交換しようよと、連絡先を。うんうん、ってなったら、普通だったら無理なのにね、出会い頭に交換しようよっていうのが、だいぶ子供の方が簡単にできるんですって。なるほどね。うん、うん、それはちょっとわかるわ、でも。で、バーチャルだから。あるナンパ師曰くですけど、うん、もうコロナ明けたら、うん、女子大生あとキャバクラ嬢とか、うん、あと社長令嬢とか、うん、もう会う約束決まってるんですって、うん、アポ取れてんだ。それがもう動物の森の中だけでのナンパなんですよ。すごいね、うん、で調べたらめちゃくちゃナンパしてるし、うん、むちゃくちゃもう会ってるんですよ。オフ会、動物の森の。その中でのチャットでやり取りもできるってこと？そう、できる。あ、そうなんだ、やっぱ。で、LINE の方が簡単だよって LINE すぐ教えるんですって。なるほどね。で、取り早いね。会うんですよ。うん、動物の森今、うん、歌舞伎町のロードになってるんですよ。スカウトロード。そう。そんなことある？えぐない？おぉ、まあまあまあ。ありえそうだな。です、これですって言ったら、うん、もうアイコンとか過去の画像とか見たらわかるじゃない。うん、分かる、ね、どういう子かっていうのがね、はいはいはい、だからナンパ師はそれ見て切るか繋げるかをそこで考えるんです。あ、可愛いやん、ほなもう相手まで行って連絡先交換しようとか、うんうん、なんやこの子あんまタイプちゃうな、ほなもう切ろうっつってすぐいなくなる。まあね、自分の写真載せたりするからね、うん、そう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 、分かっちゃうよね。なんですって。はあ、賢い。で今、うん、海外では政治にも使われてるんですよ、これ調べると。へ、アジアでは政治にも使われていて、だからあつ森はとして優秀なんだ。ゲームであり、うん、ナンパ道であり、うん、で出会い系でもあり、うん、正解への部屋でもありすごいんですよ。おうおう、今全部揃ってるんですか。かなり兼ねてるんだ。かなり兼ねてる、あつ森が。でゲーム配信する人によっては、まあ、仕事場でもあり、まあまあそうだね、すごいですよ今あつ森。確かにな。だからぜひぜひ皆さんちょっとね、うん、あつ森やってみてください。調べるだけでもいい。むちゃくちゃすごいっすよあっこ。いやでももう見てる人でやってて声かけられてとかいっぱいいるかもね、うん、いると思いますよ、うん、だから仮想世界っていつできるんだろうなって言ったけど、あつ森が仮想世界やから2D っていうのにちょっとみんな目を取られすぎてて、うん、ちょっと警戒心がね、なんか可愛いもん、簡単なもんみたいなものって思ってるけど、うん、はいはいはい、あれが仮想世界やぞ俺からしたらね、あれのあの出会いがもうリアルの出会いでもあるよ、うん、だからもっとそう危機意識、危機感持ってあつ森やった方がいいっすよ皆さん。そんなゲームなのか。いや、そんなゲームやから。危機意識持ってやるゲームや。目の前でよ奥さんナンパされたことあるのかよ。ないけど、チュ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 ってバラくわえて、チュ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 って金積まれて、まあ、奥さんまんざらでもない顔して拾って ATM にトン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 ってそこをほっといてるやつが問題なんだ。お金ないばっかりにね。お金があったら、そんな無視できんだよ。でもお金がなかったから。芝浜かなと思ったもん。そうそう、この話。俺も思ってた。芝浜だよな。うん、夢かと思った。夢が覚めるといけねえつって。やかましやボケって思って。すげえな。めっちゃ辛かった思いしたんですよ、僕は。目の前でナンパされて。でも何も言えない。俺稼ぎがないからね。そうこの野郎。俺1秒も持ってねえから。じゃあ、辛かった。ね、ぜひあつ森、はい、やってる人は気をつけてと、ね、気をつけてくださいと僕は言いたかったんです、うん、ということで、はい、我々はトシボイザーのサブチャンネルございまして、はい、こちらトシミネティチャンネルというのをやっております。こちらは音声媒体に近い感じでやらせていただいておりますので、ぜひそちらも登録してください、はい、お願いします。1億人突破したら、うん、仮想世界ってじゃないですか、うん、国を作ります。どこに？動物の国どこに？動物の森の中に。あ、中に、ね、中に国を作って、あ、で そういうのもできる。中で僕は王になります。動物の森の中ので、みんなアイコン可愛らしいじゃない。例えば人間のね、うん、形でなんか帽子かぶって、うん、俺リアルでこの感じでポンとそこに登場して。そんなこと。いや、もうできるでしょ、そこまでいったら。金さえあればそういうことも。俺だけがリアル。あ、他がみんな 2D。 お前だけ 3D で入れる。そう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 。で、暴力くれるからね、俺だけ。
それは王だわ。そうでしょ、王になろうと思ってるんで、ぜひぜひプログラミングから変えなきゃ作る。だからこういう意味だな、僕が人間でみんなが動物のように従うから動物の国っていうのを作ろうかなと思ってるんで、うん、皆さんもぜひぜひね、はい、あの民として働いてみてください。積んでみてください。以上です。でした。でした。